こんばんは、田原です。今日は十一月の二十七日の日曜日ということで、毎週日曜日にお届けするウィークリー・田原をお送りさせていただきます。今日はですね、ちょっと夜遅くの配信になりましたけれども、現在今撮っているのが二十一時四十七分でございます。はい、えー、今日はですね、えー、午前中にウェブプランナーの体験セミナーってことをやりまして、そして。 えと8時からですね、また別のコミュニティのところでもちょっとセミナーをですね、させていただきまして、はい、もうセミナー、今日は2本やった後のこの動画でございます。はい、今日のですね、ウィークリー田原もですね、えっと、今日で98回目ということなので、結構、はい、長く続いてます。あと2回で100回100回となりますので、僕もね、楽しみにしております。はい、ということで、今日のですね、YouTube はまあ何をお話し,しようかなと思ったところでですね、えっと、やっぱりちょっと、 生々しい話というかついさっきの話ですけれどもやっぱですねこの経験ってすごくね大事というか、えっと、唯一無二の存在にもなって誰かの励ましになるなというふうに思いましたで、えっと、これから起業していくっていう方だったりとか、えー、もうすでにやってる方とかでも新しい方に取り組まれてる方、えー、もうあの60過ぎて えー、なおかつ、えーとね、もう現役でもいろいろと、ね、ビジネスされてる方っていう方も、ね、いらっしゃってですね本当にあの僕自身が勇気づけられることでしたけれどもやっぱり自分がやっ,ぱりやってきたことが誰かのためになるというか,、えー、なんか勇気づけになるってなってくると本当になんか嬉しいなというふうに思います。で僕の中でも結構今ウェブ関係ですねやったりとかしてて、えー、何かサポートさせていただいたりとかプロデュースのね、えー、支援とかさせてもらったりとかしてますけれども。 やっぱり自分が今や,やってきていることとかのスキルや知識、ノウハウ、えー、それだけじゃなくてやっぱりこういう経験っていう部分ここの部分をやっぱりどういうふうに生かしていくのかっていうところですねやっぱりたたか宝の持ち癖されにならないようにですね、やっぱり自分たちができることだったりとか、うん、そういった部分とかもですね、ぜひぜひなんかこんなこともできるよってこととかを僕のですね、ウェブプランナーの体験セミナーではね、いろいろと今お,お伝えさせていただいております。 昨日と今とってこということで、えー、と2日間、ねま、た連続で、えー、と満席いただいてまして、で明日のお昼と夜の部もありまして、はいえー、その後は12月にちょいちょいと少し、ね、体験セミナーもさせていただきますけれども、なんかウェブ関係でやっぱりやってる、なんか授業やってる方、どんなふうに、ね、これから展開していこうかっていうところで考えられてる方はです、ね、本当にきっかけになっていただければなというふうに思ってます。で 決める時とか何か新しいことをやる時とかでも僕もちょっとついさっきのセミナーのとこでもちょっとお話しさせてもらったんですけどあの条件や価格だったりとかそういった部分とかで諦めるっていうのは本当にもったいないなと思ってますなんかでせっかくのこうつながりだったりとかでえと価格が高いからやめるっていうところもそれもなんかねもったいなくてお客さんっていうかねそういう主催者さんとかも提案してくれてる提案されるのをね待ってることもありますで例えば なんかなもうこれじゃないといけないっていうところでも僕も一番最初コンサルを受ける時とかでも、ね、3分割までって言われてたけど 6, 6分割でお願いして、ね、あの申し込ませていただいたからこそ今の、ね、自分があるっていうきっかけが作れたりとかしてたしあとは条件とかでもですねやっぱり自分が参加できないっていうところとかでも、ね、どういうふうにしたらできるだろうかできない理由じゃなくてできる理由を考えるっていう部分。 とかをやっぱり僕もね。ずっと考えてきたりとかしてますし。しまあ、そういった風に考えれていくからこそう。まくいくんじゃないかなと思います。どうしたらうまくいくのかですね。僕もあのライティングの講座の時とかでもよくね。あの、古山さんや寺田さんにね。よく言っていただきました。けれども、できない理由を探すなとできる理由を探せ探せとね。ハウスコーダーってね。よく言われましたね。 もう常に常にできる理由ばっかり探していくとねちょっと辛い時もありますけれどもでもどちらの方がね自分にとっていいかって言われるとやっぱりねどういうふうにしたらできるかっていうふうな考え方の癖がつくと本当にねなんか前に進むことができるなというふうに思ってますで実際に僕自身のやっぱりこう経験でもあってやっぱり背中を押してくれる存在があるからこそ僕はなんかあるなというふうに思います自分で決断できると人はそれでいいかもしれないですけれどもね 決断ができないっていうところでそれって慎重であって、ね、あの丁寧であるからこそだと思うんですよねそういう方が、ね、しっかりとこう表に立っていったりとか誰かの役に立つ縁の下の力持ちになっていくっていうそういうポジションそういうスポットライト当てになっている人を僕は逆にスポットライト当てをするようなね形をすごいしたいなというふうに思ってます。 えっとちょっとウェブプランナーの体験セミナーの話をここ最近ずっとやってましたけれども本当に僕の集大成でもあってやっていきたいことそしてやっぱりすごいそれをすることによってねもっともっとこう活躍できる方っていうものが増えていくと思いますのでぜひねウェブ関係やってる方とかはえねお申し込みいただければと思います。一応明明日日日です明日じゃなくて今日 今日中がですね一応早期割引として、えー、適用の、まあ、3000円で申し込めるような日にちになってますので、えー、今日ちょっとね夜の夜で遅くなっちゃいましたけれども、えー、興味がある方はまずねこの早期割引の期間でぜひお申し込みください、まあ、参加できるのは12月の日程も入れてますので申し込みだけお願いします であと明日からは、えー、と5000円に、ね、あちょっと上がりますので、まあ、それでも、ね、本当に申し込んでいきたいという方、ね、これから未来変えていきたいという方はそのきっかけを、ね、僕も作っていきたいなという,ふうに思いますのでぜひ楽しみにしておいてくださいませ。はいということでございます今日は、ね、ちょっと短くなりましたけれども、えー、と以上となりますぜひ、ね、皆さんの中でもこれからの未来、ね、作っていくのはもう一つ一つの行動であって一つ一つの、ね、決断であります。一日ね どどれだけ人っっててて決断すすすするかってなんかものののごいいいい数らししです、うん、ででそこの中でじゃあどういううにしていくのかですね、えー、本当にねこう自分の中でももっと経験値を上げていて僕自身も成長していきますので一緒に成長して、ね、結果成果出していけるようなそういう仲間そしてパートナーを、ね、作っていきたいと思いますので是非それにね、えー、ピンときた方は是非ご参加くださいませ。ということで、えー、本日の「ウィークリータワー」は以上となります。 はい、ということで最後までご清聴いただきましてありがとうございました。ぜひ、ね、皆さん明日からまた月曜日なので、しっかりと、ね、元気いっぱいに頑張っていきましょう。では以上となります。バイバイ。